ムースさんの水浴びタイム。あ、泳ぐんかな。お、おいおい出る。楽勝って感じだね。グモグモ言ってるけど、クマも泳げんかな、やっぱりね。結構カシロフはこうやってなんというか動物との距離が近いな。でもクマはいないんだよね今のところね。お、結構いい映像。釣れないけど、こういう動画は宝庫だね、カシロフは。お、ブルブルやってる。結構ムースは何にもしなければ何もしないんで、最初に会った時の威圧感はすごかったけど、今は少し慣れたかな。結構なんかね、慣れれば可愛いもんです。ここはクルックドクリークの下流に広がっている淵です。確か初日2日目かなに、ここでメーターオーバーの相当でかいキングを地元の方が上げてました。あれね、シャメでも取ればよかったけど、ちょっとね悔しくて取らなかったです。あの上流から右側にカーブしてるのとまっすぐに伸びるの、右側にカーブしてる方がクルックドクリークキャンプグラウンドのへ向かう流れ。いやー、それにしても俺には本当にキングサーモンの釣り方が分かりません。いろいろやってんだけどね、糸細くしたりハリス長くしたり、何をやってもキングサーモンには俺は嫌われてるようです。流れは素敵だよね。魚の気配はとってもします、どこでも。てかどこにも魚はおそらくいるんでしょう。ただ俺には釣れない。まあね、結構ガツガツと、あんなバッチャンバッチャン初日に跳ねられたらね、テンションも上がるとは思うんだけど、誰でも。でもまあ釣れません、びっくりしちゃうぐらい。俺だけ特別かかんねえのかっていうぐらいかかりません。同じ場所でやって、例えば俺が100投とは言わないでもそれぐらい投げた後、ガキが 2,3 投投げてポコンと釣ったりとか、そんなシチュエーションがしょっちゅうあります。そのぐらい俺はなんかキングサーモンには縁がない人間のようです。いやー本当にね、釣れないんだわ俺には。周りの人はよく釣ってます本当に。あ、ちなみにこれハリバットの頭。ハリバットもしかしてここまで登んのかね、わかんないけどさ、多分海で釣った人がここでさばいて捨てただけだと思うんだけど、たまにねこうやってハリバットの死骸も
あるんだよね。わかるでしょ。そんな感じかな。俺には釣れないキングサーモン、ザッツミステリー以上。ちなみにちょっと一周景色を見ましょう。こんな感じ。もっさもさです。いやでも大先生の気配が本当にカシロフはないね、今のところだけど。さあこんな感じで以上です。